カール・ヤーコップ・ブルクハルト自由都市、ダンツ飛行党弁務官事務所カール・ヤーコップ・ブルクハルトは、スイスの外交官、歴史家である。外交官としての実績で著名なものは、国際連盟の自由都市ダンツ飛行党弁務官と、赤十字国際委員会総裁である。ブルクハルトは、バーゼルの貴族ブルクハルト家で、カール・クリストフ・ブルクハルトの子として生まれた。 バーゼルとシュテック・ボルンのギムナジウムに通った後、バーゼル大学、チューリッヒ大学、ミュンヘン大学、ゲッティンゲン大学で学び、特にエルンストガリアルディとハインリヒ・ベルフリンの影響を受けた。1918年から1922年にかけてのオーストリア・ハンガリー帝国崩壊後の混沌とした時代に、彼はオーストリアのスイス公使館で初めて外交経験を積んだ。 不妊中、彼は、フーゴフォン・ホーフマン・スタールと知り合いになった。ブルクハルトは1922年に博士号を取得し、赤十字国際委員会に任用された。ICRC では小アジアに派遣され、キド戦争後のギリシャとトルコの住民交換を支援した。その後彼はスイスに戻り、エリーザベト・ドレーノルドと結婚し、学問的キャリアに従事した。 彼は1927年に中立ヒ大学で志向士に任命され、1929年に現代史の院外教授に任命された。1932年から1937年までジュネーブで創設されたばかりの国際開発研究大学院の聖教授だった。その間の1935年に、 数奇鏡立主流についての包括的な電気の最初の巻を出版した。この本は1967年の第4巻の出版によって完成した。彼は1937年に再び外交キャリアに戻り、1937年から1939年まで国際連盟の自由都市団地飛行等弁務官を務めた。彼は国際連盟によって保障された。 ダンツヒの国際的地位を維持することを目指した。彼はドイツからの要求の増大を食い止めようとして何人かのナチス幹部と接触した。その試みはドイツによるポーランド侵攻とダンツヒ併合により最終的に失敗した。高等弁務官の任務を終えた後、第二次世界大戦の残りの期間はジュネーブの教授職に戻った。そのまま彼は ICRC の主導的な役割で活動し、ダンツ飛行等弁務官としての2年間に得られたコネクションを利用して民間人と囚人が良い治療を受けられるよう交渉するために数回ドイツを訪れた。戦後、彼は1945年から1948年まで ICRC の総裁になった。その間、彼は国際赤十字機関と各国の赤十字社の統合を 増やした。政治的には彼が ICRC の国際紛争における厳密な中立性という方針を維持したことでナチスの残虐行為が明るみに出ても ICRC が正式に非難するのを拒絶することにつがなったため彼の言葉は物議をかもした。彼は強い反響主義によりナチズムはそれほど悪くないと考えるに至った。 この間の1945年から1949年まで彼はパリ駐在のスイス大使にも任命された。イスラエルの歴史家リビア・ロスキルヒエンによればブルクハルトはヒトラーの親友であり崇拝者であり1941年という早い時期にユダヤ人問題の最終的解決について知らされていた。彼の指導の下で ICRC は ナチスの絶滅政策の道具として役立った。戦争中の赤十字の姿勢は1994年に公文書が公開されるまでは完全には明らかにならなかった。1949年以降、彼は学業に戻り、以降数十年にわたって歴史に関する本を数多く出版した。1954年に彼はドイツ出版協会平和賞を受賞した。 彼は1974年に傍衆のバンゼルで亡くなった。ありがとうございます。